チチ寄せます。おかわり、2杯目ですね。今度はドイツ産の、縁側ですね。縁側という刺身をね、もみじおろしとポン酢で、ちょっと一晩じっくりね、あえて寝かしておきました。味がねすごい染みついてます。これに寿司の子をねちょっと混ぜて、寿司の子ですね。寿司飯っぽく、仕上げまして、この香りがたまんないですね。麦飯にもね意外と合いますんで、こんな感じのシャリ飯、シャリ丼ですね。縁側のねこの脂っこくてこのコリコリとしたね食感が本当に好きなんですね。で刻みネギ、散らして、うまい。こんなね酒の締めに食うと最高ですね。うまい。